さて、前回ツイッターからたくさんのアイデアをいただきました。今回は Facebook と芸人さん、どんな名前が飛び出すのでしょうか。それでは早速レッツガガー。 Facebook、 Facebook 次に反応があったのは Facebook、 はい、こちらは、まあまあ似通っちゃうね、みんなやっぱり、うん、丸亀兄弟、うーん、みんな古いの名前つけたがるね、なんかあんまりいないよね、なんちゃら兄弟、あと丸亀天狗、うんうんうん、あ、これシンプル、うんはいはい、丸亀くんとイワシ天狗、はいはい、なるほどね、もしくは丸亀イワシ、うんうんうん、天狗丸、うん、これ天狗丸は実は僕食いついてて、うん、ほう、あのどうも天狗丸の風紀丸いわし天狗ですって、ね、丸丸丸丸え、何回もなんて言ったどこまでがコンビ名でどこまでが個人名か分かんないね。そうだよ、天狗丸の風紀丸いわし天狗です。それ最初だけだと思うけどな、面白いの。これが Facebook の中では今来てて、あ、もう一個ありました、うん、はい、チュンチュンあれ僕もよく聞いたことあるやつ、聞いたことあるなと思って。チュンチュンはでもね悪くないと思うよ。僕まあ、知らない方のために言うと、はい、違うね媒体で配信してる時に内緒にすることをチューンチューンっていうやつでしょ。もうこれは僕流行ると思ってるから、ね、流行らせたら内緒にすることを、いや、それはもうチューンチューンってやるのが僕流行ると思ってるということで、じゃあ、はい、Facebook では、天狗丸が一番響きました。なるほど。さあ、こっからですよ、はい、ここから僕じきじきに、うん、オファーを出して、おとある芸人さんたちに、近しい芸人さんにちょっとなんか考えてアイデアくれんってオファー出した人が数人おりまして、うん、はい、なるほど、まあ、ちょっといくつか届きました、はい、まずは、はい、伊藤元博様いや、結婚式の電報じゃないんだよ。ご存知、もちろん、おー、してる、ちょっと前に解散した元フィッシュ&チップスの、そうです、そうです、はい、伊藤くんね、たくさんいただきました。ほら、暇なんだね暇って言ってました。なるほど、営業なくなってまったかよ、名古屋弁住みます芸人なのに、はいはい、理由もしっかり考えてくれてます、うん、おー、素晴らしい。イワシとカメ、はい、うん、イワシをカメ、うん、イワシをカメ、カム、うん、ということで、うん、カルシウムはイワシ丸亀、ちょっとひねったな、あ、なるほどね、連想ゲームじゃないけど、はいはい、カルシウムです、カルシウムです、なるほどね。そしてもう一個、うん、天狗と亀だなっていう、うん、天狗、鼻と首が長い、うんうんうん、天狗は鼻が長くて、うん、亀は首がビヨーンと長い、はいはいはい、鼻と首が長いということで、うんうん、ネックノーズです。あ、なるほどね、ネックノーズです、はいはい、もしくは、うん、2代目フィッシュ&チップスです。いやいや、世襲制じゃないだろ、あげますよっつって、いや、いらないだろう。もしくは、うん、これ僕ちょっと分かんなかったんだけど、いらないだろうはちょっと良くなかったはい、はい、2人とも香川つながりなので、うん、ドカベン、ドカベンって香川の、ドカベンの実写版が香川っていう選手、え、あ、そうなん、うん、高輪っていう人がおる、そう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 、へえ、深いんだ、じゃあ、うん、ドカベンです、いや、それ知ってる人がどれだけいるかにも迷ってしまうけどなるほどね。あと、うん、PS みたいな感じ、あと、はい、神田さんは、うん、サモン豊作に似てますね、お、関係ないだろ巨人の星だし、それもドカベンじゃないし、ドカベンじゃない、関係ないです、たい、それは喜んでる、きっと喜んでるよ、俺はなんで伊藤君のためだけに僕がモノマネしなきゃいけない、これ言っといてくださいね、うん、わかりました、ありがとうございます、ありがとうございます、伊藤さん、はい、もう一方、はい、ライムスライムトミちゃん、おー、大阪の、はい、あら、いいじゃないですか、大阪ならではの知恵を欲しいなと思って、うん、なるほど、もうこの方一つ、うん、イワシ丸亀です、え、以上めちゃくちゃやる気ないじゃん、イワシ丸亀でどうですか、5秒で考えたやつ、イワシさんと丸亀くんやから、うわ、イワシ丸亀、うわ、送ってすぐ来た、うわ、嫌われてるやんトミちゃん、ちょっと、いや、でもそういう発想をね、うん、重視してるかもしれない、全然愛されてないな、三ツ星ジョージさん、あ、三ツ星ジョージさん聞きました、はい、ちょっとなんかないって返事が一言来ました、うん、考えてくれんって、はい、断る、なんでなの、一個提案したで、せめて
で、ね、もう、あれと思って、うん、もしかしてこれ断るというコンビ名、そんなわけないだろう、考えるかいボケなのか、ああ断る、いやいや断るってコンビ名じゃないでしょ、そうやね、あんまり良くないもんね、うん、断るです、うん、だから断るっていう、ね、感じで来たんだけど、うん、カタカナにしたら可愛いなとかいろいろ考えたけど、うんうん、そういうことじゃないもんね、うん、きっと、うん、そんな謎解きじゃないでしょそんな以上です、これ今のところ結構こうリストにすると、うーん、そうなってくると個人的に今のところ好きなのはアイスコーヒーだね、うわすげえな、え？アイスコーヒーか、ということで今回はここまで、さてなんでアイスコーヒーがすごいのか、その謎は次回明らかに、引き続きアイデア募集しておりますので、お気軽にイワシの SNS にコメント送っちゃってください、皆さんありがとうございました、ではでは。